こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は我流止水を鑑みずです。濁った水には流は済まない。のらりくらりと修行していても生きた悟りにはほど遠いということです。それでは今から我流止水を鑑みずを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。